ニューヨーク市マンハッタンにあった以前の ITT 本社ビル。現在の本社はニューヨーク州ホワイトプレーンズ ITT は以前は ITT コーポレーションと呼ばれて現在は航空宇宙産業、交通産業、エネルギー産業などに部品を提供する世界的な事業を営む企業でニューヨーク州ホワイトプレーンズに本社を構える。以前は コングロマリットの代表的な企業として様々な分野の企業群を抱えていたが現在はほとんどをスピンオフしている。1920年にソスシーンズベーンと弟のハーマンによってインターナショナルテレフォンテレグラフとして創業された。1923年にはその後テレフォニカになった通信事業をスペインで始めている。ドイツでは 子会社のシー・ローレンツ AG ーーを通して、ルフトバッフェの戦闘機生産にも関わった。第二次世界大戦後は、イギリス、ドイツ、フランスなどで、通信関係製品を製造している。1960.1970年代には、ハロルド・ジェニーン CEO の下、コングロマリットの代表的な企業として、様々な分野の200社以上の企業を参加に収めて、事業を拡大した。 買収した会社は、シェラトンホテル、エイビスレンタカー、レビットサンズ、コンチネンタルベーキング、ハートフォード火災保険、レヨニア、アルカテル NV、通信機器、シーザースワールドなどである。しかし、ITT は1986年には通信関連会社を売却し、1995年には非製造部門をスピンオフして、 その後スターウッドホテルリゾートに買われている。1996年には現在存続している ITT がスピンオフして ITT インダストリーズ・インクという名称になり、その後2006年に ITT コーポレーションと名称を変えている。ITT は2001年には防衛事業をエクスリスとして水処理事業をザイロムとしてスピンオフした。 2016年には ITT Inc. と名称を変えていて航空宇宙産業、交通産業、エネルギー産業などに部品を提供している。現在本社はニューヨーク州ホワイトプレーンズである。ありがとうございます。